ポンペオ・マリーのモルメンティは、イタリアの画家である、文学作品に題材にした作品などで知られる。モルメンティ、マレンマに映るピアデトロメー、新曲のエピソードから、現在のベネト州のモッタディ・リベンツァに、義手の息子に生まれた。1834年に、父親が死去し、ベネツィアの兄のもとに映るが、兄も亡くなった。叔父の支援で、ベネア美術アカデミーに入学し、 ルドビーコ・リッパリーニア・オドリコ、ポリティ、ミケランジェロ・グリゴレッティに学んだ。1836年から、故郷の町に屋敷を持つ、貴族のパパドポリ家の支援を受け、パパドポリ家の礼拝堂や、サンポーロ・ディ・ピアーベの教会の装飾画を描いた。1843年から1844年の間は、公爵、セベリオ・ディ・ブランカスとギリシャを経由して、シリアに旅し、 アラビアの風俗を題材にした作品を制作したとされるがこれらの作品は失われた。1851年から1867年まで、ベネツヤア美術アカデミーの人物画の教授を務め、モルメンティが教えた学生には、ジャコモ・ファブレット、ルイジノーのトランクイッド・クレモナラがいる。1850年代から文学作品や歴史を題材した作品を多く作成した。 ありがとうございます。